而且一次只能买一个，不能买好几个，可恶！你买吧。可恶，他库存只有一个，没关系，好样的。下降。等一下，买屁买啊！他们都穿女人背心，我买屁啊！哇，骗钱，还我钱，还我钱！我已经有女人背心，我还买女人背心送啥？可恶，女人背心！我现在卖出去，我只能卖52块。我花250块，然后买一件我身上已经有的女人背心的。那我现在卖出去的时候，他只收52块，他成本价最低也要60几块，他现在只收52块，这样对吗？再也不来光顾了，再也不来光顾了，被骗了。罗辑，我刚刚买了一件衣服。哦，索菲哥，どうだ？今の武器は使いやすいか？あ、はい。とっても使いやすいと思います。ずいぶん曖昧な答えだな。罗辑不会要我强迫推销吧？いえ、その実はあんまり戦うのって得意じゃないので、よくわからないんです。不行，读档会很久之前，不能读了。でも何か不満に思うことはあるだろう。あるのかな。俺からすれば今のソフィーの武器は体格と合っていないように見えるけどな。その武器はソフィーよりも体格のいい人のために調整されているんじゃないか。あ、对啊，我买毛皮也忘了。少し見ただけでそんなことが分かっちゃうんですか。一応鍛冶屋だからな。この際だ。新しくソフィーのための武器を作ってみないか。他为我量身打造哎，那手是要跟我去约会。啊，ソフィーはお得意様。到时候我是常客哎，可是重点是我根本不常来呀、啊，而且我来只是为了看你而已，又不是买东西的。やった！ありがとうございます、ロジーさん。材料見つけてきますね。耶、yeah, ，可以制作武器了，开心。新しい。どんな武器を作りたいんだ？旅行之杖，金属块不够，金属块都是金属块不够，这什么啊？大地原产是什么啊？为什么奥斯卡拿的东西那么奇怪啊？旅行之杖，金属块不够，那去做个金属块好了。ソフィーか。すまない、ちょっと待ってくれ。あ、はい。私は大丈夫ですけど、何かあったんですか？いや、なんだか最近仕事が増えていて、てんてこまいなんだ。那你这还可以帮我做武器吗？いいことじゃないですか。きっとロジーさんの腕前がみんなに認められてきたんですよ。だといいんだが、ちょっと反響が大きすぎるみたいだ。このままじゃいくら材料を集めてきてもすぐになくなってしまう。お、それなら私が代わりに材料を集めてきましょうか。ソフィーが。はい。それに錬金術でロジーさんの役に立つものも作れるかもしれません。錬金術か。詳しくはよくわからないが。今はプニの手だって借りたいくらいなんだ。他说他忙到就算史莱姆来帮他忙，他都很开心。除非你不要把你自己贬低成跟魔物一样啊！俺はここで仕事をしているから、何か手に入ったら見繕って持ってきてくれよ。
那个罗辑先生，可不可以先帮我先帮我做武器？どんな武器を作りたいんだ？どの材料を使うのか教えてくれ。哦，这个不能，这个不能，这个是要那个。技能威力加5%。放材料时，中间最后放左右哦，左右先放试试。先放加的比例，从右放左右。应该左加加加。所以左右先放，然后中间最后再放。哦，了解。これでいいんだな。よし、完成だ。我ながらいい出来だな。耶，旅行之杖。できたぞ、ソフィー。あー、ありがとうございます。選鍋子的時候右下角有張小的說明書。啊？ソフィーは錬金術師だから、杖で戦うんだな。え？錬金術師はみんな杖を使うんですか？なんとなくそういう印象だったんだけど。違うのか？不不不不不、罗辑先生、罗辑先生你讲一直都是对的。どうなんでしょう。私はおばあちゃんが使っていたのをそのまま使い始めたのでよくわかんないです。なるほどな。杖だとどんな風に戦うの？就直接打，除非都直接拿杖去打怪呀。你看你看，根本就没在用魔法。操る？何を？いろいろです。そうか、やっぱり錬金術はまだまだ謎が多いな。一応ちゃんと作れてるとは思うが、もし不具合があったら遠慮なく言ってくれ。はい、ありがとうございます。把其他的人一起作吧。いらっしゃい。どんな武器を作りたいんだ？而且他费用好便宜哦，他费用只要180、180。どの材料を使うのか教えてくれ。节约技能什么意思啊？增加锐利度，对兽很有效。增加锐利度是什么意思？让攻击发生5%追加伤害。哦，这好像不错，这个莫妮卡应该很需要。给他来一个赋予睡眠好了。つけたい特性を選んでくれ。これでいいんだな。よし、完成だ。我ながらいい出来だな。できたぞ。あ、モニカの剣だ。ちょっとモニカを呼んできますね。いい剣ですね。ロジーさん、ありがとうございます。気に入ってくれたならよかったよ。ところで、モニカは再剣を使って戦うんだな。はい、再剣だと速さが出ますから。モニカの剣は、なんというか、華麗だよね。そうかしら。昔から訓練をしているから、少しは自信あるけど、うん。戦闘でいつも頼りになるもん。とにかく剣をありがとうございました。モニカ走了。あれ、モニカどうしたんだろう。二人は本当に仲がいいな。大切にするんだぞ。他该不会每次做完一个，然后都要叫那个人过来拿吧？我不能直接拿过去给他们吗？どんな武器を作りたい？どの材料を使うのか教えてくれ。
这个是老皮的账。对魔法生物很有效，还是攻速强化？攻速强化什么意思？看一下，敏捷上升五，强化一下好了。伤害回馈，伤害回馈好了，伤害回馈比较好吗？我想要把伤害回馈留给那个留给殿下的，先不要伤害回馈好了，老皮之障，老皮之障，哎，他有伤害回馈，就两个一伤害回馈好啦，攻防强化。防御加五，好，那就这个好了，这个比较需要。つけたい特性を選んこれでいいんだな。好。よし、完成だ。我ながらいい出来だな。老皮的大地原产出现啦！できたぞ、ソフィー。啊，攻速表就是他们打怪的顺序表，我了解。ありがとうございます。ボス君を呼んできますね。いい感じだよ。ありがとうロジーさん。よかった。武器以外のもの。他说很久没有制作武器以外的物品了，因为他做的是铲子。那是他的武器啦，罗吉先生。虽然他是铲子，但是你不要小看他。でもそれシャベルだ。いつもシャベルで戦ってるんです。だって。こいつはいろんな攻撃に使えるし便利なんだぜ。いや、普通の武器の方が軽いし威力も高いだろう。そうするとこいつとは別に武器を持っていかなきゃならないから荷物が多くなっちゃうよ。シャベルを持っていくのは確定事項なんだな。採取に使うのもそうだけど、戦いで荒れた土を整えないと住んでる植物に申し訳ないからね。そりゃそうだよ。原来苏菲在使用炸弹完之后，奥斯卡会去帮土地恢复原状啊！他原来都在做这种事后的修补动作，真是太伟大了，奥斯卡！我从现在开始对你另眼相看。我以后不会再笑你了。哈哈哈哈哈哈！いらっしゃい。最后一个啦。どの武器を作りたいんだ。どの材料を使うのか教えてくれ。伤害回馈还不错。哦，伤害回馈加加耶，好棒哦！低价是什么东西？我要看。收割价格变低哦，这个好像不需要。赋予迟缓，我觉得这个、欸、我想加加、欸，上回可以加好像不错哎、欸，好像不错，那就让他加加好了。つけたい特性を選んでくれ。これでいいんだな。よし、完成だ。我ながらいい出来。他累了，一次制作四把武器，我觉得不累也难。ああ大丈夫だ。しかしジュリオさんの剣は本当に重いな。威力を上げるには重さが重要だからね。あ、ジュリオさん。やあソフィー、僕の剣を頼んでくれてたんだね。ありがとう。いえ、いつも採取を手伝ってもらってますから。しかし、いくら威力が欲しいと言っても。ここまで大きな剣にする必要があるんですか。どうしても移動や切り返しが遅くなるのでは。いや、大きいとその分一人で大勢を相手にするのに向いてるんだ。それに
速度よりも強度を重視したいから。強度？なるほど。騎士の剣が折れるのはまずいか。そういうこと。これでもっと腕が磨けそうだ。あんまり根を詰めすぎないでくださいね。何か不備があったら調整します。ありがとうございます。好啦，四个人的武器都升级完毕了耶，应该不再需要了吧？那我看他交付材料是什么？他要我找什么东西啊？金属块，他也要金属块，怎么那么多啊？大家都要金属块，累耶！你知道做一个金属块有多累吗？没什么事，你先过来一下吧。还是哎、欸，他没有说要面谈了耶，我来。我说让你过来。